小川豪太郎。岡山県浅口郡里庄町に生まれ、財政学者や政治家として活躍した人物です。明治38年に京都帝国大学助教授に就任。明治39年から6年間にわたって経済学、財政学を学ぶためにヨーロッパへ留学します。帰国後は教授となり、大正6年には経済学部長に就任。同じ年には衆議院議員選挙に出馬し初当選します。政界へ進出した後も活躍を続け、昭和4年に大蔵政務次官、昭和11年に商工大臣、昭和15年に鉄道大臣を歴任します。豪太郎の成果があった里庄町新城です。今はこの場所に偉業をたたえる石碑が建てられています。豪太郎はこの地に明治9年1876年6月9日、農業を営んでいた村山家の長男として生まれます。決して裕福とは言えない家庭でしたが、妹の辰野と共に働き者の父菊蔵と利発な母竹を支え、農作業の傍ら勉学に励みます。周囲から神童と呼ばれ、勉強以外の部分でも才能を発揮していた豪太郎は、地元の高等恩賜小学校に進んだ後、恩師の勧めで倉敷の病院に住み込み、勉学を続けることを選びます。この頃豪太郎の人生に一つの転機が訪れます。豪太郎のいる病院をたびたび訪れていた岡山の眼科医小川智明が、その才能を見込んで自らの養子に迎えようとしたのです。当時は長男が家督を継ぐことが当然とされていた時代、その中で豪太郎の才能が開花することになった背景には、父菊蔵の決断があったと言われています。長男と妹の二人の子を追って、それで兄貴の豪太郎を養子に出し、妹に養子を迎えるというふうなことを、それを決断した素晴らしい人だと、そういうふうに思っております。現在の世の中でもそうそうないことのように思うんですけどな。小川の養子となった豪太郎は、岡山中学校から東京の第一高等学校へと進学します。そして当時最も難関とされる東京帝国大学に入学して経済学を学び、首席で卒業し、恩師の銀時計を授かります。この後政治家、財政学者となって日本全体を動かす大きな活躍をすることになります。豪太郎がヨーロッパ留学中に家族に宛てた手紙です。その数は数百枚に上り、豪太郎の家族に対する思いの強さをうかがい知ることができます。まあ、村山家をある意味では捨てたと、里庄を捨てて、まあ、出て行ったと、自分勝手なことをしたなというふうな気持ちも幾分あったんじゃないかなと思いますけどね。だから里庄を思う心、あるいは村山家を思う心というのは、年をことごとに深まっていったんじゃないかと、そういうふうに思いますね。里庄町の偉人小川豪太郎、その大きな功績を生み出した背景にあったものは、自分のことよりも家族を思う深い愛情だったのではないでしょうか。